なるほどね。だから傷だらけなわけだ。うん。で？ばっざけんな！入れる意味がねえよ。シーナを入れたらワンコとかまで何を言われるかわからねえんだぞ。私はいいと思うぞ。その弟の心意気を買う。桃先輩は一つ上だからいいかもしんねえけど、俺様とヤマトは同じクラスなんだっつの。冗談じゃねえや。は？何偉そうに言ってんだ。ヤマトがこんな火種持ち込んできたんだろうが。そりゃあムカつくがよ。上司どもに嫌われるのは勘弁なんだ。それはあんまり心配しなくても、元からあまりいい印象を与えてないんじゃないか。だあ、ひどいこと言わないでくれ。ああ、大体ヤマト、シーナのことをいじめられるやつに責任あるとか言って見下してたろ。違うぜ。話す機会とかも少なくなる。俺様が小さければヤマトはなんだこら。さきてんと腕力で軽くねじ伏せるぞこの野郎。だからなんだと。ヤマト、上等じゃねえか。やるかこら。あ、いってここで二人がやり合ってどうするの。いいよ、やらせとけ。ヤマトがキレてるぞ。舐められてたことが我慢ならないらしいな。プライド意外と高いからな。ぶっ倒れろや。よっしゃ、ようやく捕まえたぜ。くらえ、プロレス技パワースラム。あら、俺様の勝ちだろ。いってか、噛みつきやがったな。あい、てめえ、調子のヤマトがもうボロボロだ。だが、あれではねじ伏せたとは言えないな。やめとけ。手出しするな。必要な戦いだ。二人の邪魔すると、私がそいつを止めるからな。まだ立つのか。くれ。そうかよ、わかったよ。俺様が間違ってたぜ。これでいいだろう。だから悪かったって。倒れておけ。意地を張ったな。手当てしてやろうな。ちなみに僕は椎名さんを入れるのに賛成。え、お前までそういうの？マジかよ。だって話聞く限りみんなやりすぎじゃない。気分悪いよ。それなら助ける。なんてカッコつけちゃったり
顔赤くして何を言ってるんだお前は。ワンコはどう思ってるの？うん、これ機会にいじめやんでくれるなら一番。おいおいワンコ、お前覚悟はできてるのか？うん、私一人でだったら無理だけど、みんなでならいじめをやめさせられるよ。それなら私も頑張れる。その通りだ、風間ファミリーに不可能はねえ。その胸の内から出てくる誠の言葉、私もお前に力を貸すぞ。お姉さんに任せろ。ち、分かった分かったぜ。俺様がモテなくなったらワンコとか合コンセッティングしろよな。いやだからお前元からモテてないだろ。いいの？一緒に龍舌蘭守った仲じゃない。よろしくね、都。隣のクラスの岡本和子よ。川上桃代だ。何かあったら言ってこい。はあ、ありがとう。ありがとう。私は都椎名都。おう、改めてよろしく。ヤマト、助けたい人を助けるというならこの後とか分かってるだろうな。よし、いいぞトート、なかなかかっこいいぞ。今後二度とか。教え子たちがかわいそうだね。そういうのはね、無能というんだ。その教室のいじめは彼のせいでもあるね。
気分が落ちるところまで落ちる。なるほど、それがいじめの発端か。俺、両親好きだけど、そういう家庭もあるんだな。うん。とはいえ、親関係ねえじゃん。気にすんなよ。あの時、存在意義がないって言われたの。思い出して、時々私は本当そんなんじゃないかと、まだ不安で。ここが楽しい分、余計憂鬱。ヤマト、優しい。嬉しいな。ヤマト、私たち付き合ってるんだよね。幸せ。でも気だるい。うん、栄養つけよう。完全復活。途中で気を失っていて、ずるい。ヤマト、はい、いける。それで承知。コスプレを強要されるとは。なんて素敵。素敵。ところで、体操服って何着るの？ジャージ？装備し、防御力ダウン、敏捷性アップ。え、運動するの？お装系なんだ。それも素敵。
台本は覚えた。ここの私のセリフは精液出してじゃなくて、ヤマト君のチッポミルクをぶちまけてってどう？運動終了。こんなものかな。足りなかったとは。高速腕立て開始。1、2、3、4。私には恋人である日系二世のテリー君が。ああ、寮に遊びに来てみれば、これはまた恋人たちが私の存在に気づかないとは。面白そうだから少し見てみるか。する会話だな。とりあえずプレイ邪魔しておこう。ああ、せっかく見られて燃えていたのに。気づいていたとは。さすが斜め上を行くな。とりあえず美和子、気持ちはわかるが少し自重しろ。モモ先輩、ヤマトって一晩中すごいんだよ。お前がな。何照れてんだこいつ、ムカつく。それではアゲハ様、世界の強豪の解説を。よかろう、説明してくれるわ。クキアゲハ様はかつては武の世界で生きており、その道に大変詳しく。現在武の世界で有名なのはまずアメリカのカラカルギールであろう。それと中東地方では石油王にして武道家ミスマ、ロシアにいる世界最大の巨人セルゲイ、いずれも音に聞こえた戦士たちですね。最後に太陽の子と言われるアルゼンチンのメッシ。メッシがおそらく挙げた者の中では強い。これらの戦士たちと比較すると、日本侍ジャパンはどうなのでしょうか。日本の圧勝であるな。川上院がある。そこを筆頭にした四天王の存在、我含め四天王クラスなら上記に挙げた世界の格闘家たちもおそらく敵ではあるまい。だがこれはあくまで我が日本人だから日本に詳しいまでで、世界は広い。どこにどのような逸材が眠っておるかわからぬ。無論この日本にはな。格闘世界大会 KOS の構想をお聞かせください。KOS キングオブソルジャーズはこういう野に埋もれた戦士たちの発掘が目的でもある。参加資格をフリーとし、そして様々な部の共演を楽しんでいただくのが目的だ。なぜ今年の開催を取りやめに。我自身のスケジュールが合わなくなってな。興味ない。私は今ヤマトしか見えない。では次のニュースです。総理は訪日した大統領と関東圏の某所で話し合いをする予定で、
なんという僕は偶然とはいえ恐ろしいレシピを作ってしまった。これみんな喜ぶかな。聞いてみよう。おお、これが日本の水泳の授業か。わしが長生きできる秘訣はこれじゃよ。見てるだけで若いエネルギーがもらえるわい。たく、とんでもねえセクハラじじいだな。外国のお偉いさん接待すんのに景色の良い落ち着く場所ねえかって聞いたら学校かいよ。いいね、私は左から2番目の子が好みだな。大和なでしこって感じで素敵だよ。あっぱれ。でもほれ、先方気に入ってるぞ。目の保養とな。川神が面白い人でよかった。この後はチャンバラでも見せてやろう。おお、レッツブシとキリキリマイ。やれやれ、これが野党にバレたらカモがネギと鍋背負って歩いてきたとばかりに大喜びだろうな。別に眺めとるだけじゃろ。総理、すく水眺めながら対談。嫌な見出しだろう。お前最近話題にされてるからって気にしすぎじゃ。しっかり結果を出していけばつまらんことでピーチク騒がれてもみんなついてくるさ。んなことは分かってらない。少しばかり気にしすぎぐらいじゃねえとな。大変じゃの。やはりクリスの美しさは異常だな。この中で誰よりも輝いているな。あ、私のお気に入りの子が一人の男子生徒とイチャついているね。花吹雪って感じだ。あれは最近付き合い始めたカップルじゃな。若いっていいね。じゃ、話し合いを始めよう。